チャオ、まひろです。2月28日の睡眠レポートを見ていこうと思います。今日も100は取れてますね。ギリギリ。はい、睡眠タイプはこれはすやすやかな。特徴なしか。はいはいはい。で、寝るときはスーパー3で寝ましたね。いやほんときつい。ポケモンは6体。さあ新しい寝顔の子は見れるのか。あ、久々にゴースト見たな。あとイーブイちゃんとなんだっけこれあ、いた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 、新しい寝顔トドクラ。はい、あと1匹かな。それと右側はこれチルットだっけ名前。あはい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 、名前忘れたわ。いや名前覚えらんないよね。マルノームか。はい、さあ今日はどの子をゲットしようかな。ゲットはできないだろうけどどの子にサブレをあげようか。あ、ゴーストに行ったな。チャンス。ゴーストね、もう一体欲しいんだよね。でもゴーストの状態で欲しいよね。いや、ゴースの状態で欲しいよね。どうしようかな。イーブイちゃん。いやー、どうしようかな。イーブイちゃんかな。はい。大成功、ラッキー。はい、ゲットできましたね。で、昨日ね、あの運営さんから、プレゼントがあってですね、ポケサブレ10個手に入りましたからね、超嬉しい。ありがたいね。はい、じゃあ今日はこれで終了にしようと思います。さあ、イーブイちゃんの個体値気になるね。さあさあ、君の個体値は。イーブイまだ6なの手に入れてないからな。穏やかって何お手スピダウン。もうお手スピダウンしてたら一番ダメだよね。はい、ということでちょっとお昼ご飯は後であげようと思います。で、今見たらお知らせがね3個来ててですね。はい、こちらですね、電気タイプウィークキャンペーンと新登場デデンネ、あとイベント予告来航リサーチイベントっていうので。何来航って知らんのだけど、3月末から来航リサーチイベントを開催いたしますと。はい、イベント期間中に手に入る来航のたてがみを集めると来航のお香と交換することができます。来航のお香を使って来航のさまざまな寝顔をリサーチしてみましょう。またイベント期間中は電気タイプのお手伝いポケモンが特に活躍するため、イベントに備えて電気タイプもピカチュウだよねピカチュウ隊で行くしかないかな。あ、メリープもここで。あ、なるほどね。はいはい、これは3月末からということで、まあそのうちまた、詳しくお知らせが来るのかな。はい、それと電気タイプウィークキャンペーンが11日、3月の11日から18日だね。真ん中ぐらいだね。はい、来航リサーチイベント、来航リサーチイベントに向けてたくさんの電気タイプのポケモンを仲間にしておきましょう。ということは18以降から来航イベントが来るのかな。うん。で、キャンペーン期間中のミニポケモンの飴の効果は2倍のミニ飴ブースト機能を使うことができます。あー、なるほど、ブーストキャンペーン来ましたね。さらに1週間続くキャンペーン期間中は睡眠リサーチで来てくれるポケモンが1匹チャンス確定。うわ、これこれ、こういうの待ってたいや、無課金にマジでありがたい
ポケモンが1回チャンス確定はね、もうめちゃくちゃありがたいからね。はい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 。で、1回につき、1日つき1回の睡眠リサーチに効果があります。仲良しの子、 e キャンプチケットのチャンス確定の効果とは別でかかりますということなので、お子と、キャンチケがあれば、3匹チャンスになるってことなのかな、マックスで。はい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 。まあ3月11日なんで、まあちょっと先ですね。あとは、これか、デデンネ。今回から料理をすると、今回から料理をする時の大成功確率が上がる新しいメインスキル、料理チャンス S が登場し、デデンネのメインスキルとなっています。料理チャンス S ってでかくない？だって 1.5 倍か、2倍ではないのか、 1.5 倍ぐらいでしょう。出現開始する日時が3月11日。あー、じゃああれだね、電気ウィークだったっけと一緒だね。出現するフィールドは若草とラピスラズリ。うわー、ラピスラズリか。ちょっとラピス行きたい気もするけど、ちょっときついよな、エナジーが。やっぱ若草になっちゃうかな。はい、ということで、盛りだくさんのお知らせが3つもありましたね。あ、昨日もらったスペシャルプレゼント、これだね。ダイヤ1000個。いや、神かマジで運営。ありがたいですね。あとね、お試しバンドルは、まあ、悩みましたけども、無課金を貫き通そうと思うんで、やめておきます。はい。すげえすげえ我慢するわ。ということでね、はい、イベントがたくさん来ますね。いやー、こうね、何もなかったらね、マンネリしちゃうからね、こう新しいイベントが来てくれることは本当にね、ありがたいことですね。来月また楽しみが増えましたね。はい、ということで、今日はここまでにしようと思います。皆さんは何かいいポケモンに出会いましたでしょうか。明日もまた撮っていこうと思います。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。